当に決めちゃったんだよな。ひょいひょいひょいと。なんか不評ですね。やっぱり回復の泉があるからっていうのはでかいんじゃないかな。さあスペースサボテン選手ヒーロー早めですね。ただまだもしかしたら雲オーダーかもしれないですが、多分グルオーダーでしょう。ですね、次回、今回ね本当に突発でやっちゃったんで、それで少人数で集まるかなと思ったんですけどね、結構大人数になってしまったので、こんななんかグダグダなことになってしまったんですが、次回からもうちょっとね、もうちょっとね、少人数であるなら少人数でやって、まあ大人数であるならしっかりと運営したいところです。さあファーストヒーロー3王選手 AM をチョイス。それに対してアンデッドがスペースサボテン選手 DK をチョイス。さあクリップとグレビアードを細めで立て、これクモオーダーにも変化できるようにな形にしましたね。もしセカンドを相手が取るようならクモに切り替えてくるでしょう。さあ前目にタワーを立てている 3-4 選手、かなり前目ですね。そしてアルケインタワーに進化、 DK がロッドオブネクロマンシーを買って、で短期ハラスですね。そしてオレンジクリープをミリティアクリーピング、そして DK が短期でハラスに向かう。さあさっさと終えてミリティアを返してしまいたい。さあ到着、ラストヒットはもらえない。さあここで一体ミリティアがダウンした。そしてオーダーは普通ですね。オーダーは普通だけどちょっとタワーが前目に立ってますね。スリオスさんの方がちょっと DK が来るのが遅れてしまった。若干ねアイテムショップのところで待機していた時間でこちらに向かっていればジャックが間に合っていたという形ですね。さあラストヒットをもらおうとしている動きか。さあ DK がひたすらクリープのそばでうろちょろしている。さあ HP を100以下にはしたくない。 HP を100以下にした瞬間ホットラストヒットをもらうデスナイト。しかしレベル2になっている AM、レベル1の半分のデスナイト。さあ内政面では普通に進化している3オースさん、そしてちょっとティア2がスリオさんに比べて速いアンデッドスペースサボテン選手、雲を混ぜてきましたね。そうですね、 DK の HP が若干減らされてしまっている。さあ DK がこれ回復の泉で回復させたいところ、この状態でのクリープをジャックされるとかなり厳しいことになる。さあ不動の上での戦い、しかしおっとデスナイトが
あとブーツを持っている AM、 これ追いつかれて殺されるんじゃないか。これは間に合うか。デスナイトがオーラを持っていないので、これ TP を使わないとダウンしますね。ダウン、 DK がダウンしてしまう。さあブーツを持っていた。さあ序盤のクリープのラストヒットをもらおうという動きで HP をかなり削られてしまったのがかなり効きましたね今のは。さあアンデッド陣営に近いところをクリーピングしている。さあセカンドヒーローはナーガ、ナーガを出してくるですね。レベル1のヒーローと TP、 どちらが、なくなると嫌かと言われたら、場合によってはヒーローのこともありますが TP を失うことの方が痛いという場合の方が多い。さあ雲に変えてきたアンデッド、そしてヒューマンは一気にティア3まで向かう。そしてセカンドヒーローは MK をチョイス。さあレベル2になったアンデッド、デスナイト、さあ BM が、おっと、あ、BM ではなく AM が短期で動いてますね。そしてこれはスローターハウス割れますね。さあしっかりキャンセルはしましたが、スローターハウスが立つのが遅くなる。さあレベル2のウォーターエレメンタルが強い。そして MK がどこに行った。あれ MK どこだ。あれどこ行った。あ、いた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 。 MK は本陣で待機している。さあウォーターエレメンタル、アンデッドは、デストロイヤーが出てくるまでディスペル要員がいない。そのために非常に強力なユニットとなっている。さあディフェンドは覚えているのか。ディフェンドは覚えていないみたいだ。さてスナイトボックスはされない。さあこれはデスナイト、おっとなんとか逃げ切る。さあフットマンがだいぶやられてしまっている 3-0 選手、これはちょっとフットマンが全滅してしまった。フードが25対38。さあさあセカンドヒーローがナーガ、さあウォーターエレメンタルさっさと殺したい。あっとストーンボルトが間に合う。で雲は一体ダウンした。しかしだいぶアドバンテージを取っているアンデッド。さあヒーローレベル的には 3-1 のヒューマンに対して間もなく 3-2 になるアンデッド。そしてショップ前を買っている。そしてワークショップ、おっとこれはおっとこれはメリティアだけのクリップかなですね。さあレベル3やり出たアイテムはマナスティーリング。悪いアイテムではないですけど、無敵とかの方が欲しかった。無敵出たっけここ、ちょっと知識がない、知識がやばい。そしてナイトを出してきた 3-0 選手、さあティア3に間もなく入りましたね。 T
ティア3に行き、そして一瞬フロストアームを作るのかと思いきやジグラポでした。